볼링 하시는 분 오신다고 하셔서 한 관객으로서 정말 즐기자라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 세계 챔피언으로서 세계를 넘나들고 있는 아주 멋진 정년이라고 할까. 僕のおじいちゃんは朝鮮半島で、まあ、日本だった時代に、まあ、その戦争中にその弾薬工場、まあ、鉄砲の弾に、まあ、この弾薬を詰める仕事をしてたんですけど、まあ、その人殺しを、ね、こうする道具を作るのが嫌だっていうことで、まあ、その自分の祖国を捨てて、まあ、いろんな島に転々とまあ行くんですけど、まあ、最終的に日本に行き着いたっていう経緯で、まあ、日本に来てます。僕小学校いじめられてたんですけど、まあ、その時にいじめが発覚した時に、まあ、ひいおばあちゃんから、まあそのこうまあ、朝鮮人とか何人とか関係なくそのいじめられたくなかったら、まあ、人より努力しなさいっていうことで、なんかこういつか好きなこと見つけたらなんかそれを一生懸命頑張って一番になりなさいとで、まあ、その一番になったらまあ、いじめられるよりはその周りの人があなたを助けてくれるからっていうことで、まあそう言ったんですけど、歩んできた時代とまあその歴史の背景というものがやはりまあそれぐらいまあ厳しく強くまあ言わないとやはりこの社会で生きていくということに不安を感じたんだと僕は思ってますね。まあ僕は特にウトロの人たちを見てると確かにまあ、民団なのか総連なのかとか北なのか南なのかとか、まあ根本的には私たちは分断前の朝鮮民族同胞なんだよっていうところにすごく考えが集中していて、あ北も南も来たけどやっぱり同じ民族なんだな私たちはっていう印象が残ったので。中学2年生に まあ、なる時にですね、まあ、そのジャグリングというものに出会うんですけど、まあ、その時にひいおばあちゃんの言葉を思い出して、まあ、同時になんかこう、まあ、これならまあ自分は頑張れるかなという気持ちで、頑張ってない人はやっぱりこう、まあ、何をやってもこう文句言われるんで、まあ、それが結果的にプラス朝鮮人っていうのがあると、まあ、なんかこうケチがつくことはあるかもしれないですけど、僕はやっぱりその個人個人が 何人であろうと一生懸命頑張る、やっぱ結果を出す、なんかそういう気持ちを持って取り組むっていうことが、まあ、結果が出なかったとしても最終的にはそういう気持ちが大事だと思ってます。
特別ウトロで生まれたからどうとかはあまり考えたことは、まあ、そこまで実はないんですけど、なんかこうウトロに対する世間のイメージ偏見で今、まあ、持って、まあ、まあ今ある問題というものが、やはり僕はそれは完全には無視できなくて、少しこう、まあ、気にはなってたんですけど、ウトロの現状とか、まあ、ウトロ以外の人でもこう人間が街でどうやって生きていくのか、なんかそういう問いかけをなんかすごくプラスの意味で発信できるのであれば、まあ、僕はすごくそれは嬉しいなと思いましたので、人生ってやっぱりこうワンシーンで見ると辛いんですよね。まあもちろん、まあいいシーンもあるにしても、やっぱり辛いシーンだけ見るとやっぱ辛くなるし、でも人生ってやっぱストーリーなので、長い目で見るとこの辛いチャプターってここだけなんだよっていうところで、もう少しこう人生を前向きに、まあ考えてほしいなっていうことは、まあもしそういうものが可能ならば、まあ言ってあげたいですよね。